回しにいる時なんでですすけどですねある時、えー、と一人の大工さん宣教してたんですねそれでこの大工さんがですね非常につっけんどなんですね神とかサタンとかねバカにしちゃってそしてですね、えー、全く受け付けないような状況だったんですねでちょうどその時近藤先生と一緒にいたんですけどもそれでですね私に言ったんですね見しちゃおうか。 こう言ったんですねで何を見せちゃうのかっていうとまあその時はあの今はそんなことやらないんですけどもこちらも未熟だったのでですね悪霊を追い出ししてたんですねそれでね見せちゃおうかって言ったんですね <laughs> そしたら近藤さんも同意したのでですねそれで悪霊を追い出しの中に連れてったんですねでちょうどですねその大工さんを含めて7人 でね、追い出しをししをておりましたそしたらですねあのえっと薬鎖を引きちぎったって記述がありますよね聖書にね例がつかれてる方ねですごいんですその人ねうわーってね150センチぐらいの小さな方なんですけど、ね、ですねうわーってすごい力なんです、ね、それで、ね、7人がですすねねねそれ人が組みついてですね。 私は左足かかかなななんんだったかなみんなね持ち歩いちゃう私ね鎖を引きちぎったってことは事実だったなと思いますよね。うわーってそんな感じだったんですね。で自動休んだんですね。彼見てみたらね震えてる。で私ね彼もねくみついたんですよね。えっ、ー、と彼はどっか右左手かなんかにくみついたんですね。そしてね私言ったんですね。 サタンがいることはかかりますか <laughs> で言ったんですね「神がいることは分かりますか」<laughs> で私言ったんですね「今信じないと危険だ」<laughs> で「信じますか」<laughs> そしてねその時信じたんですね。でかなり後に彼と CLC がなんかで会ったことがあるんですね。そういったところ言っておりましたカトリックに行ってもらえてね。 それで、ね、素晴らしい信仰生活を送っておられました。